泣いてくれたら嬉しくってよ。歌方の世に来たから歌方の世に来たのでちょっと泣いていただけたら嬉しいかな。顔に吹きかけていい？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン夢の館へようこそお越しくださいました。ほい、ということで今回は晩秋の黄昏時ということで、秋の夕暮れとかかなの村に行ってみたいと思います。歌方なる村というとこで、まあ和風な村ですね。和風な村か、いいな、絶対テンション上がるやつ。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢を取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで歌方なる村に出発。はい、歌方なる村に到着。お、もう早速竹が生えていて和風な感じ夢の世界へようこそ。あなたは今歌方なるという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましてね。それでは都の歌方なるの世界をご堪能遊ばせ。歌方なる村とかめっちゃかっこいいもんね。はい、そして編み上げブーツ、ベージュのニット、緑のタータンパンツ、こっちはスカートか、ウエスタンブーツ、アーガイルスカート、なるほどこっちやねよし、それじゃあ持っていきます。持っていくというか着替えます。じゃーん、え、めっちゃ良くない？おしゃれ、超絶おしゃれ。ふういいねいいね。はい、ということでちょっと1軒目の家から行ってみようかな。あ、すごい、見てこれ、え、すごくない？これ川で橋がかかっとる。え、やばー、めっちゃいいやん。あ、そしてほらね、もみじがいっぱい落ちとるよ。紅葉の季節ですねはい、それじゃあ1軒目の家はん、ここは通れないところかですね通れないところですね。あ、すごい、なんやろこれ、水の上に浮いとる村みたいな感じ、かっこいいんだけどあ、どうも天音さん、よければゆっくりしていってね。この天音さんはね、砂防の店主さんらしいです。砂防っていうのは要はあれよね、和風の喫茶店ってことよね確か。どこだ、こっちかな、こっちの人かしら。お邪魔します。おー、いいねいいね、すごい。これは雑誌か、何かと思った一瞬。ここで本を読みつつの、ここでねコーヒーを飲んで、あっ、あっちにも見て、何気にブックスタンドがあるあ、上にほらメニューがあるよ。なるほど、そういう感じで、こう、ここも座って紅茶をたしなんだりとかするところだね。これ横に置いてある、これ何、なんかリボンとかちっちゃいかぼちゃみたいな見えることない？え、何これ、なんかイベントでもらえるやつかな、そういうこと。はい、じゃあちょっと奥の部屋へ。お、奥はここは、ここもお店の中ってことか。あ、なるほどね。こっちに来たらなんかより静かな環境で、まあ、このコーヒーを飲んだりとか本を読んだり紅茶を飲んだりすることができるということかな。植物に囲まれながら。この入り口部分はちょっとね、騒がしいお客さんとかがいるかもしれないから。はい、それじゃあ2階へ。2階は多分これ天音さんの部屋なんやと思うよね。ここで寝て、でここでちょっと
ゆらゆらと揺られながら毛糸で編み物をしたりとかするんだろうな。いや、編み物とかもね、昔めっちゃできるようになりたいって思ったんやけど、結局全くわけが分からず母親がよく編み物しよったけんね、帽子編んだり手袋編んだりみたいな。はい、それじゃあ、あ、どうも、あまねさん。これさ、これシャボン玉なくなったりとかするんかな、永遠にあるんかな。お、あ、すごい、飛び石かっこいい。朝薙さん、歌方の湯においでません。朝薙さんは宿屋のおかみさんらしいです。ってことはそこなのね。おお、いいね、歌方の湯。ちょ、入りたい。あ、すごい、見てこれ、なんかめっちゃ立体的じゃない。ちゃんとさ、こう平面で木があるわけじゃなくって、こう若干高床式みたいな感じになっとる。水の上にこう、この何、建物が立ってるってことだね。ちょっと抜いていただきたい、そこに入りたいわ私歌方の湯に入りたいわ。あ、こっち側、こっち側でこう行けるわけだね。これ露天風呂かな、めっちゃいいやん超いいやんね、景色も良き良き。の、泣いてくれたら嬉しくってよ。歌方の湯に来たから歌方の湯に来たので、ちょっと泣いていただけたら嬉しいかな。顔に吹きかけていい？もう一軒の方先に行ってみようか。じゃあで、もう一軒のこっちは、住人さんは家の中かな。うん？歌方砂防。あ、ちゃんとこういうのあったんやね。ここに歌方砂防があって、これ庭は枯山水がちゃんと。いいね。あ、ちゃんと入り口の方向から行ったら、そういうのがあったりするのか。じゃあこれ、こっち2軒目ということで、先に行きます。おー、なんかめっちゃ自然いっぱい。どうも。歌方なる村にようこそ。ひたかさん。ひたかさんは、薬師さん。薬。なるほど、なるほど。これは庭先ということかな。めっちゃ自然の中で生活しよるね。まあ、いろいろ植物とかを使って薬を作ったりとかしよるってことかな。めっちゃ、めっちゃコックおるやん。そしてコックの卵ですか。カラフル。それは、体には大丈夫なのか。あ、ここで、ま、薬の調合をしたりとかしてるわけだね。怪しい色してるけど大丈夫ですかね。大丈夫でしょうか。あ、で、ここでいろいろなんか、検査用の器具が置かれてあったりとか。こっちは、妖精を捕まえてきて何かしらの研究をしているのかな。あ、これの中身か。中身か。まあ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 。一瞬何の声が聞こえたんかと思ってちょっとびっくりしたんだけど。ほい、そして、2階へ。はい、2階。あ、2階はなんか資料がいっぱい置いてある。あ、寝室。なるほどね。で、資料がいっぱい置いてあって、この辺でまあ薬のことをまず調べたりとかいろいろ、と、何？病気の病状とかを調べたりとかもできるってことかな。あ、なんかあれやね、2階にこじんまりとしたキッチンがあるのね。なるほど、なるほど。1階はもう薬の研究用に使ってしまっているわけだ。なるほどね。ほい、それじゃあ、右下に生えとったキノコとかは、そのうち薬の材料として消費されていくんだろうか。はい、それじゃあ、お、やっと行ける歌方の湯。お邪魔します。おー、いい。めっちゃいい。こ
ここに座って、まあ、いろりで温まりつつの、まあね、大福を食べたりだとか、ちょっと和菓子を楽しむという。で、昔ながらの黒電話。この辺はね、もう、私でも実際は見たことない。私でもっていうかね。はい、それじゃあ、左の部屋へ。おー、お寿司。私が夢見で行った先で置いてたら必ずテンションが上がるお寿司。いいね。これはあれかな？漬物？浅漬けとかかな？ぬか漬けかな？いいね、いいね、家で。何気にちょっと可愛いパソコン使ってるし、ちょっと今時の子みたいな感じかと思ったけどね、寝室にめっちゃゴミ置いてるんだけど。どうした？そしてお金、これはこの宿の売り上げっていうことかな。いや、若いのによくやるね、若おかみ。すごいやん。一人で切り盛りしようかな。やば。はい、そして、で、ここで、ここに今荷物とかを預けまして、はい、歌方の湯、入りましょう。おー、めっちゃいい！すごい！超いいやん。ここがお風呂として、で、外に、まあ、これ露天風呂。向こう側にも、なんていうん、この建物外にもあったけどね。いいね、いいね。で、ちょっと体ほてってきたらバスタオル巻いてこの辺で一息したりとかね。さすがにすっぱだかでとかはないと思うけど。多分。はい、そして、右側へ。あ、そして、なるほどね。こういうところで、ご飯も食べていけるのね。まあ、宿だからね。めっちゃいいやん。もうね、これやけん和食って好きなんよね。海鮮系が好き。とことん好き。あれや、海外ってね、あんまりこう、生魚を食べる習慣がないみたいなのをよく聞くけど、いや、美味しいよ。日本に生まれてよかったよ。和食最高だよ。素晴らしすぎるよ。日本人って結構なんかね、どこに行ってもこう、基本的に和食が好きな人が多いよね。一番は和食みたいな。はい、そして2階へ。2階があれかな？寝室かな？ですね。あ、まさかのベッドだった。なるほど。そこは畳に布団じゃないんや。ちょっと意外やった。でもちょっと、ね、低めの布団、ベッドかな？そんな変わらんかな？いいね、いいね。あ、もうお客さんがいらっしゃるじゃないか。勝手に部屋の中を探索、探索しているけれども。はい、それじゃあ。ほいほい、それじゃあ。最後、あ、一軒だけあっちに離れてあるんやね。なるほど、なるほど。何かしらの遺跡の跡。きっとなんかすごい宝が眠っているに違いない。なんかあれやん、イタリアかどっかでさ、何やったんやっけ？美術館？なんかわからんけど、そんな感じの建物を、なんか取り壊した跡からさ、金貨が出てきたっていう。数億円の価値があるっていう風に話題になっとったけど、なんかそういう感じで。すごいな、なんか。こういう地面の前でさ、めっちゃテンション上がるよね。あ、超紅葉流れよる。川に落ちたもみじの葉っぱが流れていく。超紅葉敷き詰められとるやん。あ、どうも。マスラオさん、いらっしゃい。どうも。マスラオさんはね、灯台森らしいです。ああ、もうこんなボロボロのところに住んで、まあ、灯台森やけん、これ仕事中におる仮の小屋みたいなもんなんかな。え？家じゃないよね。おお、なんかすごい。なんかすごいぞ。めっちゃ外観がきっちりある。雨漏りまでして、まあね、外から見ても穴だらけだったからね。
そして、あ、でも意外と中にはパソコンがあったりする。パソコンで何、灯台の明かりとか調整したりとかするんかな。あの灯台の仕組みはよくわからないけれど。そしてまあこの辺で、まあ、食卓、食事を、釜でご飯を炊いて、ここでほっと一息和菓子を食べながら。お、横にタケノコもあるやん。そういえば、キノコ、タケノコ総選挙さ、タケノコ分かったね。まあ、私もタケノコ流行ったけど。はい、それじゃあ2階へ。お、2階はなんか意外と本がいっぱいあった。読むのね。あ、そしてここから、まあ、なんか、重大事件が起きてないかとか。なるほど、見るわけね。あ、で、これが布団。ここに敷いて寝るの？狭くない？大丈夫？ろうそくとか落ちてきたらめっちゃ。え？カビてない？この布団。そんなことないんかな？わからねえ。星座にも詳しかったりするんかな？ね、なんか地球儀。地球儀？あれ地球儀なんかな？一瞬パッと頭に星座早見表が思い浮かんだけど。ふふ。ほい。なんかもう、ね、外をこう見て回りよるとき、めっちゃテンション上がるなぁ。こういう、池とか、水辺とか、敷き詰められた紅葉であるとか。まだまだ今年は、紅葉は、まだかな。てか去年私、紅葉っていう紅葉をそんな見てない気がするよね。なんなんや、場所によるんかな。この辺もなんかすごい金木犀って感じ。金木犀かな、これ。ね、なんか色味的にそんな感じせん？私、金木犀の匂いめっちゃ好きなんよね。超いい匂いする。金木犀体にまとっときたいぐらい。誰君？もんじゃ、君の村とこの村、どっちがかっこいいかな？比べてみてね、パウ。この村です。比べるとかそんなおこがましいことはできないです。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画で お会いしましょう。まったねー。いやーいいなー。なんか結構基本的に洋風な感じの村とかに行くことが多いんやけど、でもそういう中でもやっぱり和風なコーナーみたいなのあったらめっちゃテンション上がるもんね。日本人やなって感じ。